はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回、ゴテンクス超極限 Z 覚醒させたんで使っていこうかなと思ってます。必殺が9、11、12とあって、まあそれぞれ、アタック上昇、アタック超幅上昇、普通に、ディフェンス大幅低下になります。パッシブが結構強烈で 150% アップ、必殺発動時にさらに 200%、100% 上がって、登場から3ターンの間、長系と極み系両方バフかかるんですよね。これめちゃくちゃ強いね。で、気力メーター11以下で、100% アップ、攻撃するたびにね、最大値 150% まで上がります。もうバフのオンパレードや。で、攻撃参加中の味方全員が気力メを取得した時に、自身の気力メーター11以下の場合、ですね、11の場合、ダメージカット率が働くのと会心が出ます。で、高確率で敵の攻撃を回避、12でさらに回避率とかが 33% 上がるんで、合計で 83% になると、めちゃくちゃ強いです。ってことでやっていきましょう。今回こいつを使っていきます。左から 2G、3凸 2G、 1凸、3凸、2凸、3凸、2G です。はい、さあやっていきましょう。ということで、言うて今回メモリアルバトルのご飯だからちょっと怖えな。どうしようかな。怖えな。回避でも中確率回避だもんな。怖いけど頑張るわ。受けてもろうて。さあ行ってこい。鳥になってこい。痛いんだって。もうバカチン。こちとらまだ全然仕上がってないね。バチクソ痛いんだけど、ちょっとさっきからボコスカ殴りすぎだって。まあ回復すればなんとかなるか。で、そう、今回はマブ編でやっていくんですけど、どうなんだろうね。スペシャルポーズも強そうだけどね。ただそうだな、でも姫ポーズとか気力プラスする関連が多かったらちょっとやばいな。ゴテンクス、地のゴテンクスとは、まあ気力メーター11どうなんだろうね。気力プラスめっちゃしそうだけどね。姫ポーズでしょ、短期決戦、合体戦士、だいぶやばいよ。危険ポーズあるよね、多分。いいね。よきよ。頑張れ。もっと頑張れ。やれるぞ。ほい、ポン。よし。回復していく。これ怖いんだけど。ちょっと待って。怖い。ちょっと一回落ち着こう。頑張ろう。3つやん。来た。それじゃないよ、バカ。チキ玉だろうが。吸いたいんだけど。さあ早速ピンチになってきたでござる。そい、違う。頼む、打ってくんな。オッケー。火力高ない。火力高え、鬼高いんやけど。火力高ない？強っ。これ防げれたら本物やで。本物でした。強い、普通に強い。ちなみにこのゴテンクスまだ確かね、あれなんですよ、短期決戦ないからまだ大丈夫なはず。強ない？普通に。どうしようかな。全外生かすか。で回復したいね。え、化け物みたいに強いやん。え、何今の。で回避もできると。わお、強いわ。はい、オッケー。あー、でもこっからだね。こっからどう出るからね。ひょー、11でしょ。わー、合体しちゃいましょう。ちょっと早いけど打ってくんのかい。ちょっと待ってよ、今のステータス29でしょ。あ、でもこっちの方がいいか。ああ、そうだね。こっちでこうして必殺富士食らいますけども、これでいきます。ちょっと早いけどな。3ターンが命。まあ必殺封じね、飛んでくるよね。めっちゃ痛いんだけど。ただこっちもこれからです。スイッ、おーい、これ12もやってみたいな。ただ11で軽くさらに伸びてるから11の方がいいな。わあ、ゴテンクス同士並びてー。これ強いわ。いや普通に冗談抜きで強いわ。びっくりした。ほらびっくりしたぞ。そういう、お、先頭に置くか。先頭に置きます。で打ってもろうて、打ってもろうて、これでいきます。回避すれば大丈夫だから。はい、 OK。 クラウンかい。662万。うわ、ゴテンクス同士ちょっと並べてえな。裏に行ってもらうか。相手の攻撃次第だけど。避けろよ。ナイス。うわ、これはでも強いわ、確かに。ぽいっちょ。いよいよマブが裏行くから、それと入れ替えよっか。わあ、思った以上に強いね。強いわ。強いしか言ってないけど本当にそれぐらい強いわ。で、あ、でもベジットがあれか。待てよ、考えろ、落ち着け。必殺打ってくる、11狙える。ベジット全が切れるから、あ、こっちの方がいいか。これでどれぐらい防げれる？必殺前。ああ、でもおお、元より高確率回避ついてるから、まあ、確かにそれはそうだよねっていう話。いや強いわ。ああ、ああ、使います。すいません、使わさせてもらいます。死にたくないんで。まあダメージカットついてるから大丈夫でしょう。ゴテンクス行ってこい。あーでも結構食らうね。じゃあ裏はゴテンクス同士で並べようぜ。硬いっすね。あなたまあまあ硬いっすね。そい硬いっすね。本当に何食ってるんすか。662万。見えへんがな。うわっ先生か。これどれぐらい防げれるかみたいな。とりあえずアクティブ打ってブーさん。いやでもこれ怖いな。さすがにアイテム使おう。使って行ってみる。回避にかけてみる。かけてみようぜ。ナイス !893 万。ちょっとやっぱ落ちるな。回復すなよ。せっかくダメージ与えたのに。アクションブレイク。回復したらあかんぜ。スタンバイスキル次第だなこれ。どうだろう。あと2ターン持つかな。OKナイス。ぐるん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 。あでもアイテム使ったか。じゃあ大丈夫か。さて真ん中必殺っすね。ならこれしかないな。ドッカンモード入りそう。入ってほしくないけどしゃあないな。いやー会心でねえと削れねえな。さすがといったとこですかね。自利品の戦いしてんな。やばいな。ドッカンモード入るなこれ。次ドッカンモード入ってフィニッシュ発動すべきなのかな。地球に向けてドーン。 OK 会心出ていく。会心出ていく。 OK いいやつなら3にさしてもらう。やっぱそうなるよね。やっぱマックスになるね。なるほどね。やっぱ3同士はちょっと厳しいっすね。本気を見せてやる。あとはあれだね。ご飯とかもビーストとかもそうなんかな。ビーストとかも食らったら味方の気力プラスしちゃうからそれも厳しいよね。ブーン強っ。OK 残り HP 半分や。でもそれでも1134万。リンク通えば出るね。あと回避が出るかどうか。ナイス強っ。強いけど11を狙いたいな、できたら。フィニッシュするかな。フィニッシュして片付けてもいいかもしれんな。じゃないと厳しいな。フィニッシュしよっか。フィニッシュした方がいいね。多分あと1ターンしか持たないから、元気玉フィニッシュいきましょう。あそこのやつは全然いい。フィニッシュ倒しきれぬならディフェンス詰まさせてもらおうか。真ん中までには倒せるでしょ、さすがに。あ、どうだろう。でも回復があるんか。なかなか厳しい戦いになってくる。会心が出ればワンチャンいけるけど、ボーン。はい、いけました。さあ、最難関のステージです。うわ、これどうしよう。分けてもいいかもな。分けてこいつ自体が回避してしまえば回避率上がるから 90%9 割で回避できるから、問題はここで気力が。あ厳しい。11。あだよね、そうなるよね。だったらこれでいくか。待てよ、考えろ考えろ。これめっちゃ頭使うな。これ取って二色玉ずれる、ずれます。ここで3いける、ずれます。うわお、まあいいやわお1322万。そうずれるか。まあ言うてでも80以上で避けてくれるから、ナイス。ただベジットにならんとな。そろそろ表の極ベジがない。いやでも強いわ、確かに普通に強いわ。ゴテンクス同士で並べるのはちょっと悪手だね。よけるよける。一回食らう。よけろよ。オッケーナイス。てか60万食らったんだけど。オッケーオッケー。あいやいやいや、ブーブー打つ暇ないわ。使います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 。使わさせてください。考えろ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 。38万。こっちの方がいいか、どっちかっていうと。そうだね、ブーの方がまだいい。危ねえ、めちゃくちゃ食らったわ。調子に乗りすぎた。図に乗ってんね。いいよ、この必殺技だったら耐えれる。全がもあるし。 OK、 調子に乗るなよ小僧。俺に60万も通常攻撃費やしやがって。ドーン勝った。何こいつ、勝てんだけどさっきから。会心出てはいるけども、まあ、言うてここ必殺見極め、このラウンドはねいらないっす正直。3から5番目と11番目で打ってくることは分かってるんで、これ確定なんで確定事項っす。 OK、 全部働いていく。1912万、こっちも火力高いね。いやー、ゴテンクスいいね。うん、ぽいっちゃ。でもやっぱ気力メーターマックスを狙うキャラじゃないから11だね。11ってめちゃくちゃ難しいな。でも11でバフ、もうアタックディフェンスバフとダメージカットの恩恵受けれるんで、やっぱそれ狙いだね。後半やばない？殺しにかかってるやん俺は。一応ダメージカットはあるから、とりあえず打つだけ打とう。大丈夫、なんとかなるはず。ディフェンス積んでるよね。でベジット自体もダメージカットあるからワンチャンなんとかなるとは思うんだけど。 OK830 万、そい。あらよっと、ここだよね。いや一応必殺に対してのダメージカットもあるんで大丈夫だと思う。痛い、お兄ちゃん痛いです。大丈夫、まだ魔人ブーのアクティブスキルが残ってる。さあ1322万、1回避ける、絶対避ける。そい、会心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 が欲しいです。あちき会心が欲しいです。 OK、 ナイスナイス。あとはもう大丈夫なはず。大丈夫、10回に1回当たるぐらいだから。これ確定。危ねえ危ねえ。で打ちます。ヒュー、無許。よし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 、いい感じだ。で今のゴテンクスステータスこんな感じで32万。でもやっぱそうだよね、11狙わなきゃいけないもんな。なるべく10じゃダメだね。10じゃ何の恩恵も得られないから11だね。あ、俺ミスったかな。いやまあいいや、倒せるよ。11かまあ12だな、俺的には。1794万火力だけな、おい。1092万ダメージですね。はい、いかがだったでしょうか。今回ゴテンクス使ってみました。めちゃくちゃ強いです。ただゴテンクス同士で並べるとあんまり良くはないので、そこはゴテンクスが3にならなければいい。そしたらコントロールがしやすい。うん、3にならなかったら並べても OK。 そうすればもっと多分リンク的には合うんだろうけど、まあそれでも地のゴテンクスが結構厳しい状況にあるから、その場合だったらなかなか何とも言えないですね。ただベジットと用いるのはいいかなと思いました。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。